どうも皆さん、こんにちワンダーバルーン、手札全部捨てて解約リュウです。そして本日特別ゲストに来ていただいております、ハグリッドさんです。黙れダーズ、俺の前でダンブルドアを除去することは許さない。間違えました、ミスターシャジャオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、似てんの相変わらず。カメラ起動するのギリギリでしたよ。挨拶する直前にピッと来た。じゃあちょっと若干最初だけ映ってない可能性ありますね。本日やっていく企画はこちら、第1回デュエルリンクスクイズー。わー、来た。まだぜひね、第1回見てない方はね、概要欄からちょっと見ていただければと思うんですが、第1回15問出しまして、社長さん何問正解したか覚えてますか？4問だったんですよ。ボンミスに次ぐボンミス。そうなんですよ。ぜひですね、お名を、返上していただきたい、はい、というふうに思っております。全部で15問ありまして、で5問正解でクリアと、かなりこれ甘い最低になってますから、5問ですからね、頑張ってください。ぜひいける。今回は、ちょっとまた難しめの問題たくさん用意してきたので、社長さんが日頃どのぐらい遊戯王に熱心に向き合っているかっていう話になってきますけれども、今回もまた難問をねいくつか用意してきたので、ちょっとルールを簡単に説明しておきますが、はい、遊戯王テキストクイズが5問、まあ、効果を説明してそのカードが何なのかを当てるっていうクイズですね。で、はい、もう一個はシルエットクイズ、遊戯王のあのカードのイラストのシルエットをまあお送りしますので、でそのカードが何なのかを当てる、はい、で、フレーバーテキストクイズ、通常モンスターのフレーバーテキストっていうそのまあ、あの文章があるんですけど、そこを読みますから、それが何なのか当てると。はい、これはね、はい、得意でしたよ。全部正式名称でお答えいただくのが条件になりますんで、はい、はい、よろしくお願いします。それでは早速遊戯王効果テキストクイズ参ります。例題1、このカードの攻撃力は相手フィードのカードの数かける200アップする。2、このカードは相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃でき、あ、守備表示正解。うん、まあこういう問題がね、今出ますか。こういうのがいいよ、こういうのが、はい、でちなみになんですけれども、今のも一応プルガトリオは正式名称ではなくて、正式名称は召喚獣プルガトリオですんで注意してくださいね。こういうのありますからね。社長さん前も迷宮の壁とか言ってましたけど、あれ迷宮壁ですし、そういうのありますから注意してくださいね。厳しい。いきますよ。はい。第1問。このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。1、このカードは闇、地、水、炎、風属性モンスターとの戦闘では破壊されない。融合召喚条件、ドラゴン属モンスター ×5。うん、だよね、やっぱり分かってたんだよ。お、うん、ただね、正式名称なんだって。だからわかるよ。いや、わかるんだよ。もう融合召喚素材も言わなくてもさ、はい、出てんのよ。あ、もうわかるぜ。ファイブゴッドドラゴンなんだけど、はい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 、正式名称が出ないんだって。じゃあお答えをどうぞ。でももうファイブゴッドドラゴンだけだったかな。いや違うか。お答えはブルーアイズファイブゴッドドラゴン。それでいいですね。ファイナルアンサーですね、今のは。え、ゴッ、あ、出た、ゴッドアイズファイブゴッドドラゴン。違う。ファイナルアンサー、どれがファイナルアンサー、どれがファイナルアンサー。一番最後ファイナルアンサー、ゴッドアイズファイブゴッドドラゴン。はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。残念。おー、これ何。正式名称ファイブゴッドドラゴンです。おい、待ってたじゃねえかよ。おい、ゴッドアイズってなんすか。誰やお前。つけたくなっちゃうよ。ファイブゴッドドラゴンっていいじゃん。さあ、社長子先生、まず第1問目、圧倒的不正解から入ってしまいました。大丈夫なんでしょうか。さあ、それでは早速第2問目いきたいと思います。第2問、1ターンに1度、自分のメインフェーズ時に発動できるコイントスを3回行い、表が出た数まで
可能な限りフィールド上のモンスターを選んで破壊する、うん、融合モンスターです。え、融合モンスター危ねえ、よかった、これ言ってなかったら多分今間違ってましたよ今、うん、デスペラードになっちゃったでしょうね今、危なかった、俺今究極にヒント当たってしまった、融合召喚条件はリボルバードラゴンプラスブローバックドラゴンです。わかりませんか？わからんわからん、俺知らない、正解はですねガトリングドラゴンです。ガトリングドラゴン、ガトリングドラゴン、ガトリングドラゴンをご存じない？シャチホコ選手2問連続不正解、この雲行きが怪しいぞ、大丈夫か？やばいやばい、ちょっと1問は正解しとかな、まず最終的にこのなんだろうな、シルエットクイズとか全然無理だったので、前回はやばいよね、ここ2問は行きたいよね。そうですよ、これ2問くらい正解しないと結構やばいですよ。それでは第3問いきます、はい、第3問、まるまるの丸3の効果はデュエル中に一度しか使用できない。まるまるモンスターを素材としてシンクロ召喚したこのカードはチューナーとして扱う。丸2、このカードは効果では破壊されない。丸3、自分の墓地のまるまるモンスター1体を対象として発動できる。このカードのレベルはそのモンスターと同じになる。丸4、シンクロモンスターのみを素材としてシンクロ召喚したこのカードが攻撃する場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は3000アップする。以上ですあれこれあれじゃないかな、あれさあ、お、来た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 、お、来ましたか、うん、正解をどうぞ。アサルトブラックフェザーガンダチの鬼丸、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解、いや、おめでとうございます、よかった、これやべえ、これ分かんなかったらどうしようかと思った俺も。第4問いっていいですか？はい、お願いします。それでは第4問、このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカード名の丸3の効果は1ターンに一度しか使用できない。丸1、このカードの攻撃力はお互いの墓地の重戦士族モンスターおよび除外されている重戦士族モンスターの数かける200アップする。丸2、このカードは相手の効果の対象にならない。丸3、墓地のこのカードを除外し自分フィールドの融合モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで3000アップする。この効果はこのカードが墓地へ送られたターンには発動できない。これ絶対知ってます。ちなみに融合召喚条件言いましょうか、はい、ムーンライトモンスター ×3 です。あームーンライトモンスター ×3 って書いてます、融合召喚条件は。いや名前だって、名前俺これ作ってくるとき、こっち85さん多分名前わかんねえだろうなと思ったんですよね。さあお答えをどうぞ。ムーンライトサーベル、サーベルダンシング谷村いやもうわかんない、残念社長さん、正解はムーンライトサーベルダンサーです。いやよかったよ、ほとんど合ってたのにふざけなければ、はい、サーベルダンサーって言うとしてどうせ間違ってるやろうからと思ってボケたんよふざけなければ、ふざけなければ正解だったのに、いや当たってたって何ダンシング谷村とか言ってんだよ遊戯王テキストクイズラストでいきましょう、はい。丸1、一ターンに一度自分メインフェーズに発動できる。このカードはターン終了時まで魔法トラップカードの効果を受けない。丸2、フィールドの表側表示のこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェーズに自分の墓地から丸々チューナー1体を除外して発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。丸3、このカードの丸2の効果で特殊召喚した時に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。以上です。これね、はい、お、分かってるか、極真カードですよ。おおっと、シャチエム選手これ分かってるっぽいぞ、お答えをどうぞ極真
晴天オーディ。あ、ちょっともう一回お願いします。極真晴天、極真晴天、極真晴天、オーデン、オーディン、オーディン、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、え、おっち、待てよ、オーディンかトールかどっちかなんだよ。でも魔法トラップの効果を受けない、はい、いやでもトール、オーディンって1枚ドルースできたっけ、でも墓地から直召喚できるって考えると、はい、オーディンだよな、オーディンなんだよ、上位して。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、オーディン。残念、残念、シャチョコ選手、極真を通る、そこじゃないでしょう、シャチョコ選手、極真晴天って言いましたよね、はい、極真晴天なんですよ。もうこれなんだよ、本当に極真晴天って おっしゃいましたよね、はい、極真晴天オーディンなんですよ、これは厳しいか、シャチョコ選手、俺やっちまってんだこれ、しかもあの見てる人めっちゃイライラする間違いか。コメント欄荒れるやつだ、可能性はありますね、シャチョコ選手頑張ってください、それではですね、改めまして、今のところは効果テキストクイズ4分の1正解となっておりますので、あと4問正解すれば一応でもクリアですので、やべえ、頑張ってください。それではですね、はい、続きましてシルエットクイズきたいきたいと思います。はい、あの LINE の方にあの画像をぶち込みますんで、はい、お答えいただければと思いますので、はい、はい、いきますよ、こちらです、これ正解しときたかったな、あー、はい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 、正式名称でお願いいたします。違う、だってこれも正式名称なんかないよこれ。正式名称ないよって。さあ正式名称をお答えください、どうぞ。ブラックパラディ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。これなんだっけこれ、八子選手正解は超魔導剣士ブラックパラディンです。これはもうそのあーとかじゃなくて、はい、もうこれ問題が意地悪。問題が害悪と、問題害悪、これは答えられへん、それ迷惑じゃないってやつですね、それ迷惑じゃないですよ、はい、それは本当にこれは迷惑じゃないと思いながら作りました、これは多分社長さんこれ分かんないだろうなと思いながら作りました。すいません、いやこれちょっとやばい、確信犯でした。さあ、シュレットクイズ2問目いきます。第2問こちらです。え？いや見たことあるよこれ、見たことあるよ。さあこちらです。けどシルエット分かりやすいように作ってきたつもりですよ。いやいやいや、分かる、見たことあるよこれ。あーこれさ昔流行らなかったっけ？おっとこれは確信に近づいてきたか。もう忘れちゃってるわ、正解いいですか、はい、正解はエレクトロ軍曹です。あーいたなそんなやつ。さあシルエットクイズ第3問いきますよ、はい、第3問こちら、あーこれもね違うのよ。名前だって、名前、名前。サイバーエンジェルまで分かってますね。だから、うん、サイバーエンジェル、はい、イダテン、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。危ない危ない、危ない、よく出ましたね。これでやっと2問正解ですから。あー危ねえ。まあでもこれ大きいな、これ正解したの。そうですね。さあ引き続きましてシルエットクイズ第、4問こちらです。さあ社長さん頑張ってください、全デュエリストの希望がかかっています。おっと造形が少し複雑か。
造形が少し複雑になっているか。え、ハッピーレディ、ファイナルアンサー。いや、これ4問、待って、4問目にハッピーレディだけで、ハッピーレディで出すわけないな。おっと、ハッピーレディのね、これ、おっと、裏事情読んでるぞ、出題者の意図を読んでる。これ普通にハッピーレディでいいと思う。ハッピーレディ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、残念。え、残念、違う、残念、正解お送りしますね。おい、これはひどいよ。3姉妹。正解はハッピーレディ3姉妹です。一匹に見えるんだよ。あ、そのあれですね、シルエットにするとちょっと難しいパターンのやつですね。まさかのここ不正解は厳しいか。さあ、シルエットクイズ最終問題行かせていただきたいと思います。こちら。何これ、何これ、笑う。映画盗撮はいけませんの、あのカメラのやつみたいな。あのカメラが頭のね、そう、はいはいはい、って言ってんじゃん、これ。これあれじゃない、お、これコマンドでしょ。もう一回お願いします。コマンド、コマンド、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。シャチョコ選手、違う違う、今のなしにして、今のなしにして。最終問題だから。シルエットクイズ最終問題。え、ファイナルアンサーですか、今のコマンドで。ちょっと待って、コマンドじゃないの。正解いいですか。はい、正解お願いします。コマンダーです。あー、もう俺もうほんと嫌、もう死ぬわこんな。何これ今日。コマンダー、ひどくない。コマンドは映画ですね、本当に。コマンドって映画ありましたよね。違う、昨日見たんだよコマンド。そう、これはひどいわ。さあ、残念ながらシャチューコ選手、シルエットクイズも一問正解となってしまいました。あ、もうダメだ俺本当に。うわ、めちゃくちゃきついこれ。引き続きまして、フレーバーテキストクイズに行きます。はい、フレーバーテキストクイズで3問正解しなければ敗退となってしまいますよ。やばいやばい、ほんと行こう、ほんと行こう、ほんと行こう。よろしいですね、覚悟してお答えください。はい、それではシルエットクイズ終了しまして、はい、フレーバーテキストクイズ第1問、勝ち負けのない勝負が嫌いな戦士、棍棒の攻撃は強いぞ、お答えをどうぞ。バーバリアン2号、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、ヒントなしでいいんですね、本当に。ヒントをいただいてもいいですか。ちょっと違う気がしてきたな。ヒントいただいてもいいですか。ヒントいいですね、じゃあ、はい、アタック、攻撃力ですね、攻撃力、はい、2200、守備力が1500です。すいませんでした、訂正させてください。はい、それではお答えをどうぞ。ジャッジマン、ファイナルアンサー。ジャッジマン、ファイナルアンサー。正解。危ない危ない危ない、危ない、危ない。これあと2問正解すればいい。あと2問です、頑張ってください。行こう行こう。いたずら好きな小さな悪魔、暗闇から襲ってくる、気をつけろ。これフレーバーテキストめちゃくちゃむずいな。やっぱこれあれじゃない、でも、お、グレムリン、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。素晴らしい、素晴らしい。お、フレーバーテキストクイズちょっと強いか、これ、まさか。強いのよ。それでは、第3問いきましょう。これ正解したらもうクリアです。はい、はい、ロケットランチャーを乱射して相手を爆殺する機械グモ、以上です。いやいや、わかるわかる、機械族、通常モンスター、うん、レベル7。いや、名前が出てこねえな。なんとかスパイダーボムとかそんなんだったっけ。 おっと誰のカードかもわかりますね、じゃあね。うん、バンデットキースです、ね、おっと、これ完璧にわかってるからさ、正式名称を言うことができるのか、シャチョコ選手。BM
横棒 H とかかな、 BM なんとか H、スパイダーフォーク、やばい、わからないっす。残念、これめちゃくちゃむずいんですけど、はい、TM1 ランチャースパイダーです。あー、まあ、ほとんどニュアンスはってましたけど、いやさすがに難しかったですね。第4問いきたいと思います。第4問、はい、高い攻撃力で敵を追い詰める赤眼の戦闘グマ、恐るべきスピードと重さを誇る自慢のパンチを受けて倒れぬ者はいない。以上です。わかるよ、グラディアルビーストなんだよそれ。おっとおっと、シャチューゴ選手ここで正解してしまうのか、お答えをどうぞ。グラディアルビーストフリーズリー。残念、もうこれ違う、これ決めてないんだよそれ。まあ通常モンスターですからね。グラディアルビーストアンダルです。アンダル、アンダル、あーもう絶対分かんなかったわ。さあ盛り上げ上手ですね。ラスト問題まで引っ張ってくる、さすが盛り上げ上手、さすが芸人。いやーこれ狙ってないから、狙ってないのに、ラスト問題まで引っ張れる、これはセンス、センスの塊と言っていいでしょう。さあ運命のラスト問題、一つ目の巨人、太い腕で殴りかかってくる、要注意。以上です。さあシャチューゴ選手頑張ってください。ラスト問題、君は僕の希望だ。アクセルシンクロ、光をも超える、光を超え未来を切り開くんだ、行けミスター社長子、世界をどうぞ。いやーもうダメだ、またほんとに一つ目ってやるとサイクロプス現象が起きるんですよ。自分を信じるんだ社長子。画面全体にサイクロプスが出てきちゃうんだよ。自分を信じろミスター社長子。じゃあ行くよ、もうこれどうぞ。信じるよ、信じろって言ったもんね。サイクロプス正解。